園の卒業合格印が盗まれちゃった。でも合格印を積んだヘリコプターは山の中に墜落していったの。ヘリコプター、敵も合格印も消えた。まあまあまあ、お散らかってしまいましたね。くそ、敵はどこに行った。出てこい。いいよ。ふんふんふん、合格員はあっちだ。リーア、あ、チャチャさん、シーネちゃん、リーア待って。リーアくん、何か見つけたように、あんたたちばっかいい格好させないわよ。リーアくん待ちなさいよ。チャチャパンダだ、パンダだ、パパンダ、パンダパンダだ、パンダだ、パパンダ、パンダ。ソゲ様、ソゲ様。うん、湯加減はいかがでぷ？なんだ、別府でゲスか。お前の温泉は最高でゲス。ぷぷぷのぷ、うちの温泉はどんな怪我でも治るでぷ。このオーロン風呂も立派でゲス。あれ？ペンキで塗っているだけでぷ。あ、大魔王様でゲスか。うげすげすげすげ、なんとか合格印は手に入れたでゲスが、ゲス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 か、体の方が、はいはい、動けるようになったらすぐに合格印を持ち帰るでゲス、はい。あ、しかしこれは暑いでゲスな。うん、おっとっとっと、これはちゃんと閉まっておかなきゃいけないでゲス。さて、別府相手に卓球でもしてまた温泉に浸かるでゲス。くん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 、おかしいな、合格印の匂いが消えた。え、本当に合格印の匂いがしたんだろうな。したよ。どうかな。何言ってんのよ。リーヤくんが匂いがしたと言ったら匂いがしたのよ。私は信じるわ。でもリーヤくんって犬みたいに鼻が利くのね。離れてよ。ふんふん、これ硫黄の匂いだわ。この匂いのせいで鼻がバカになったのよ。頭は元からですけどね。うん、とにかく合格印を持った敵はこの近くにいるっていうことよ。どこかしら、どこかしら。こっちかな。上とかどうかな。仕切られちゃいましたね。分かったわよ。みんなで探せばいいんでしょ。あ、あんなところに煙が。あそこにも、あっちにも、こっちにも。大変、火事だわ。いでよ、消防車。煙じゃねえぞ。あれは湯気ですね。あれは温泉だわ。温泉。もうすぐ極楽ら温泉ですよ。あのお声は。温泉に行きたくなるなんてセラビもとしね。そういうドロシーちゃんも一緒についてきたじゃありませんか。つまりお肌の曲がり角を気にしているってことですわね。失礼ね。私はセラビーが無料招待券があるって言うから付き合ってあげただけよ。だいたい温泉なんて年寄り臭いわ。あら、最近はおしゃれなクアハウスもできて若い女性にも大人気なんですよ。知らないですか。もちろん知ってるわよ。セラビー先生。チャチャじゃありませんか。奇遇奇遇。本当か。はあ。ちょっとちょっと、私が最初にセラビー様の声に気づいたんだから、私が一番に口を聞く権利があるはずよ。何よ何よ、あんた セラビー様の弟子だからっていい気にならないでほしいわ。私負けないわ。愛に障害はつきものですもの。愛があれば年の差なんて。ところでシーネちゃん、こんなところで何をしているの？え、ああ、実はこの近くにネズミキッドの仲間のヘリコプターが落ちたんです。まあ。セラビー先生たちはどこへ行くの？この先の極楽ら温泉で休養を取るつもりです。温泉？温泉ってポカポカしててあったかいのよね。私も行く。私も行くわ。俺も俺も。え、温泉。でも合格印を探さないと。そうよね、そうよね。あんたたまにはいいこと言うわ。案外、敵も温泉にのんびりと入ってるかもしれませんよ。チャチャたちの追跡をかわしながら逃亡するのは、かなりの重労働のはずです。
普通そんな時には温泉に入りたくなるものですよ。そうか、セラビー先生すごい。さあ行きましょうか。お師匠様、本当でしょうか。口から出まかせに決まってるでしょ。温泉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 。私どうせならもっと綺麗なクアハウスがいいわ。私も。セラビー、別の温泉に行かない？どうしてですか。こういう古びた温泉こそ温泉中の温泉なのですよ。リーヤ、お化けごっこができるね。おう、いらっしゃいませプー。ようこそ極楽ら温泉に。うわ、なんですか。ちょっと建物は古いですがサービスは満点でプー。でもね、私たちも。あれ、あなたはもしかしてミス魔法使いの世界大会で優勝された方では。違うわよ。そうでプー。でもこのような美人に泊まっていただけたらうちの温泉の格が上がるでプー。セラビー。はい、ここに泊まるわよ。あ、なんだ、温泉って風呂のことか。お風呂は楽しいですよ。ハビバナナチャンプリンスタ。ここのお風呂は混浴ですよ。混浴？なんだそれ。男性と女性が一緒に入るんです。え、ということはテテさんやお師匠様やヤッコちゃんはあたか。なあ、お前って案外やらしいな。違う、うん、断じて違う。あたしさんがあたか。なに、いつまで遊んでるんですか。入りますよ。俺風呂あんまり好きじゃないんだよな。入んなよ。何を言ってるんですか。温泉に来たら温泉に入る、それが決まりです。滑りますから気をつけるんですよ。特にこういう遊びはみんな真似しちゃいけませんよ。ちょっと危ないじゃないの。セラビー様が頭打って死んだらどうすんのよ。あら、ごめんなさい、手が滑っちゃって。私聞いたことがあるわ。ドロシーちゃんはセラビー様を亡き者にして自分が世界一の魔法使いになろうとしているんですってね。フリズリ山のドロシーちゃんはそんなせこいことはしませんわ。裸じゃないんですね。最近の女の子はみんな水着を着て温泉に入るんです。リアくん、私お湯に弱いの。だったら入るなよ。ポカポカ、いい気持ちです。疲れた時はやっぱり温泉に限るでげす。あ、ミイラ男。セラビーまでいるでげす。おっさんすごい怪我だな。おじさんすごい。ねえ、すげ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 。うん、ここの温泉は硫黄単純泉ね。こういう温泉は水素イオン濃度が高いからリュウマチ、神経痛、怪我に効果があるのよ。やっこちゃんすごい。怪我にいいんですか。ということは墜落したヘリコプターに乗っていた敵が温泉に入ってるかも。シーネちゃんすごい。慌てて出ていくと怪しまれるでゲス。どうすれば。苦しい。逃げ。熱い。ダメ。すぐ外に出すのよ。カリンちゃんすごいよ。ゆでだこみたい。だこじゃないよ、人魚よ。あ、そうだ。おじさん、早く怪我治してね。危なかったでゲス。別府いるでゲスか。今のがわしをひどい目に遭わせたチャチャでゲス。別府、すぐにチャチャを片付けろでゲス。
しかしお客様に失礼なことをするわけにはいかないでブー。バカ者は何を言ってるんでゲス。お前はわしの部下なんでゲスよ。確かにそれは私の裏の顔、しかし表の顔は温泉宿の主人、どっちも大事でブー。よく聞け、もしもチャチャを倒すことができたら何でも願いを聞いてやるでゲス。私の夢はここをピカピカのクワハウスに建て直すことでブー。わかった、かねてよりお前が願い出ていた温泉の新築資金の融資を大魔王様に頼んでやるでゲス。私は宗月様の忠実な部下、チャチャのことはお任せください。さあさあさあ、こちらが宴会場でカラオケもあるでブー。宴会を頼んだ覚えはありませんけど。サービスでブー。あ、すげー、おいしそう。こんなごちそうを頼んだ覚えもありませんけど。後で請求されても払わないわよ。いえいえ、当館の心ばかりのサービスでプー。どんどん食べてくださいプー。すごプー。これでチャチャはおしまいだ。ごちそう代は宗月様に請求するでプー。いい眺めですね。ぺちゃんこにしてやる。ふぅのようなまん丸なお月様が出てますよ。なんなの？やったでゲス。温泉はやっぱり露天に限るでゲス。あの旅館ではおちおち休んでいられないでゲス。チャチャのことは別府に任せたし、のんびりするでゲス。夕べのお詫びでプー。お食事の後はカゴカゴジャンプで楽しんでくださいプー。面白い。よいしょ。瞬間に沸かす気。ペッペ、何するでゲスか。どこかやけどに効く温泉はないでゲスか。止まっちゃった。下は熱湯ですよ。おっさん、上げてくれよ。危ないところだったぜ。リア君、私のために危険を犯してくれるなんて、やっぱり私のこと愛してくれているのよね。違う。いいのよ、恥ずかしがらなくても。がってない。もうリア君なら。離せよ。なんだ、お兄ちゃん、マリンちゃん。何すんだよおっさん。ペペペナペー。待て、チャチャさん、どこに行ったの。いた、チャチャさん、きっと罠ですよ。チャチャさん、チャチャ、ここでおとなしくしているでプー。くっ
さ。マリンちゃん、マリンちゃん。ペペペナペ。これでチャチャおしまいだぷ。3、2、1、0。なんだ。何。プププのプー、そこは決まった時間に熱湯が吹き出す間接線だプー。熱い。逃げてください。あちゃん、魔法使いなら何とかしてよ。マリンちゃんこそ海の水デッキ落としちゃったのよ。冷たい冷たいドライアイス噴石よ。ちなみに私が作った。ありがとう、ヤコちゃん。この貸しは高いわよ。後でちゃんと貸してもらうんだから。ヤコちゃん。プププナプー、チャチャもおしまいだプー。暑いわ。よし、私たちはただの通りすがりの洗濯屋さんです。よくも邪魔したな。この大別風の攻撃受けてみろプー。どうしたの。敵と合格員の匂いがする。そんなバカな。温泉の匂いで鼻が効かなくなったんでしょ。バカって何よ。バカって。きっと温泉の匂いに慣れたんですね。それどころじゃない。止めて地獄温泉へご招待だぷ。みんな、愛よ、勇気よ、希望よ。プリンセス。ビューティーセレイヤー。そんな意味なんか喰らえ。鉄をも切り裂く親友ドリルラブ。マジカルシュー。うわ。
ちはどこへ行っちゃったの？シーネちゃん、シーラくん、大別風の攻撃が地下のマグマを刺激してしまいました。皆さん逃げるのです。早く合格員を取り戻さないと危険ですね。あっちだ。清らかな乙女はヤマタノオロッシーの生贄に